やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、このデッキをやっていこうと思います。まあ、このラムライダーなんですけど、まあね、俺もうすぐで4レベルになって、なんか前、迫撃、まあ、ちょっとこのデッキ関係ないんですけど、ラムライダーをね、完走さし、ん違う、レベル4か、レベル4でグロ1取ってる人がいて、さては今、マルチでもね、レベル4が強いんじゃないかなと思って、で、あと1枚で、で、俺、課金しなくて、あれなんですよ、このラムライダー全部トークン、今11枚あったんですよね、トークンが。で、0枚になるまで全部11枚か、集めて、あとは、なんかラムライダーチャレンジが途中までしか行ってなくて、ウルトラレアタカラボがね、3連続で引いたりとかして、割と結構ラムライダーがね、集まってあと1枚で4レベルになるんで、まあ4レベルになったらね、マルチの動画とかで完走しなくてもね、強いかったら動画にしたいなと思ってます。ということでね、まあ完走動画はね、まあ剣詰氏が上げてたんで、ね、ちょっと俺は4レベルで頑張ってみようかなと思って。ってことで、行きたいと思います。まあこのデッキね、ラットくんがね、なんか俺今日 YouTube のやつがねないなーって言ってたら、ラットが「あ、こっちよっすよ」って言ったから、あ、じゃあそれやろうと思って。俺が困るってことね。よいしょ、ってことで、ラクプリが来て、はいはいはい、これいいかな、 OKオッケーオッケーオッケー。で、これはプリンスに押しつぶされるんで、どうしようかな。まあ、こんな感じでいいと思うんだけどね、俺は。よいしょ。やべ、ちょっとよろしくないな、さては。よいしょ。危ねえ、危ねえ。これで、こうですね。こうしていって、はい、ドンと。よいしょ。そう。で、これからね、まあ、クラン目気づいて、見て気づいた方もいるかもしれないですけど、クラコロン行ってね、ちょっと、リア充ボコボコにしてくるんで。よいしょ。ああ、どうしよう。これ、親衛隊だな。親衛隊して、33で分けて、まあ、こっちもね、無視できない形を作りつつ、まあ、こんな感じでいいかな。よいしょ。で、こっちで、吹き矢でコウモリ。処理できないか。まあ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 。こっちも処理しなきゃいけないんでね。こっちに全エリクサー咲いたら、まあ、こっちが止まんなくてタワー折れて11になるから、相手もね、こっち守らざるを得ないですね。よいしょ。間に合ってね、何してんじゃん、マジで。よいしょ。まあ、これ、外因は入るですね。やべえ、これやばい、これやばい、攻めちゃダメだった、これ。これ、前にジャイついたら終わる。マジで終わる。やばい。よいしょ。フル防衛、フル防衛。よいしょ。やばーい、やばい。危ねえ、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 マジで危ねえ。よし、これでいける。これで絶対全部止まるから、これ動かないでしょ？はい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 。ガインが入る。もう一発、もう一発、もう一発。オッケー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 。で、これ、動きが止まって、吹き矢で。はい。よいしょ。オッケーオッケー。落ちてる落ちてる。気づいたら落ちてる。よいしょ。オッケー。これで相手は呪文、いや、落とせないかも。よし、クキアもやる。オッケーオッケーオッケー、強い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 。いいね。ラムライダーいいっすね。やっぱ、なんだろう。5エリな分、工場より確実に相手のタワーに届くって感じがしますね。割と俺ラムライダードラフトぐらいでしか使ってなかったんですけど、まあ、工場とかホグと出すタイミングが同じで、だから防衛で出すのが難しいんですよね、言うても。なんか、結局、同サイドに出しても、後ろのジャイプリとかだったら、プリンスに攻撃当たんないから、貫かれちゃうんですよね、多分。プリンスにカチーンつって。で、プリンスを横とこうやって通ってる時に、ツン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 3突きぐらいされて、終わっちゃう気がするんですよね。あー、これダメだ！何してんだ、俺。とりあえず、インフェルノタワーが来たんで、死に体で壊しに行って、で、ラムライダーを逆サイに出そうかなという感じですね。
まあ、とりあえずまあ焦ることなく序盤は、ああなるほど、ウィザード8レベル、これ5までワンパンですね。美味しい美味しいという感じで、まあとりあえずかな、これケツラムライダーであのウィザードをしばき倒して、おや相手のレベルがすごいことになってる。よいしょ、オッケーオッケー、これで動き止まるんで、これアーチャーだけで処理できそうですね。あー強い強い、困った時はラムライダーですね。強い強い強い、はいはいはい。まあ動き止めすぎてね、ジャイとかゴレの動き止めすぎて逆に相手の攻撃つきやすくなっちゃうみたいなのがちょっとね、そこぐらいしか弱点がないような気もしますけど、まあ上にね乗ってるやつが施設を殴らないですね。ユニットしか殴らないですよ、上に乗ってるやつが。また新しくて、新しい設定で上に乗ってるやつがユニットしか殴らないんで、逆になんだろう、タワー殴った、よしタワー殴ったっつって後出しで今みたいにアイスイズ出しても、上に乗ってるこのあのねライダーがあれなんですよね、ユニットだけ殴るんで、後出しどんなタイミングでユニット出してもユニット殴るみたいですね。丸太切ったんでいきます。よいしょ、オッケーオッケー。でこのラムライダーの多分なんですけど、殴る条件は多分止まっているユニットを先に殴るんですよね。そうそう、なんでほらこうやって今はこれユニットがフィールド上にいないんで、インフェルノタワーとか殴んないですね、上に乗ってるやつは。ただライダーは止まってるユニットを優先して殴るみたいなんで、なんかなんだろう、歩いてる前衛よりもなんか止まってる後衛を多分殴るんですよね。そうそうそう、よいしょ、バルタ切ったよね確か。インフェルタワーしかいない、これガインする、ガイン、オッケーオッケーオッケー、これガインする、はい。こうやってユニットをね、どんなに後出ししてもユニットから殴るんで、これ割と強いですね。ウィザードに5落ちたいな次の、あでもバルタ使ったからこれでいいか。よいしょよいしょ、いけ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 、オッケーオッケーオッケー、よいしょ、オッケー、よいしょ、オッケー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 。お、ちょっと待ってお、しゅんくんが来ました。よいしょ、そう今日はね、しゅんくんの誕生日なんでね、うちでしゅんくんの誕生日会をやろうとなってて、あれ空いてなかったの、よいしょ、ってことで、まあクラコルターとかしゅんくんの誕生日なのかね、パーティーですね、パーティーですね、はいはいはい、という感じで、とりあえずこうかな、ロリババ、ロリババを割いていって、いやこっちだな、まあまあまだまだまだ7個スキルにはまだ早いですね。とりあえずババ小屋は安心して建てられるなって時に、こういう時ですかね多分、ユーノを切らして、これユーノでババでユーノを自陣で受けられるんですよこれで。で今3マス前に出した理由は、学祭工場来てもね、こっから端前から3マスだったら釣れるんでね。よいしょ、でまあこれで OKOK、 アドアド、あーオッケー、エリポン立てたんでここで、あー無理かな、まあギャングセパでいいかな、とりあえずセパしとけみたいな ところあるんで、よいしょ、オッケーオッケー、溶ける溶ける、いいね、両サイドどっこいしょっすね、はい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 、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、ちょっと後出て、よいしょまさかの、もうちょっと遅くに来ると思ったけどすいませんまさかのね乱入がありますね。ここで30視点回でしょ、いらっしゃい、よいしょ、誕生日のしゅんくんが、あーこれあれだな、写真撮りたかったな、よいしょよいしょ、5を打っていき、お1921が来る、はい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 、これで OK、 2本折っていき、
そうですね。とりあえずこの試合は3クラ、まあ2クラ取られなければ勝てるんで、とりあえず後ろから30子で、今30子切ったんで、とりあえずやっていき、いは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 い、オッケーオッケー。でこれ 2本折ったんで、それだ。もうちょいな、よいしょ。でまあ囲まれて30子出す入りないんで5回してオッケー、はい出てくると、はいはいはい、グッドゲームという感じで。まあ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 って感じで、まあなんだろう、とりあえずババ小屋を建てて、まあなんですね、あの攻められないタイミングで、またあと攻められても守れるタイミングでババ小屋を建てて、あとはその防衛するって感じですね、この細かい系のカードで。まあ最初ね、ゴレじゃない、ジャイとかは本当にああいう感じで親衛隊をセパして逆サイドも攻めつつっていう感じでやるとね、いいかもしれないですね。ってことで、今日はこの辺でかな。もうじゃないですか、もう一戦行こう、おかわりおかわりおかわりしよう、ちょっと早く進みすぎたな、負けたらもう一戦行くんで、よいしょよいしょ。とりあえずは、初手でババ小屋と親衛隊とラムライダーは基本出さないですね。とりあえず、軽いカードがいっぱいあるんで、ギャングとかアーチャーで様子見つつ、相手が攻めのユニット切ったタイミングで後ろ親衛隊、ああミスった、まあいいや、やばいやばいやばい、後ろ親衛隊またはババ小屋を立てるって感じですね。んでもってラムライダーは基本攻めで握っておきたいかなって感じではあるんですけど、大型相手では基本多分ラムライダーはずっと握ってる感じですね。相手が切ったら逆サイ出すとかそういう感じかな、大体多分で言って、まあ言うのが止まるらしいんでラムライダーで、とりあえず自陣受けれそうなところで多分止まるっすね。よいしょ、あれ止まんね、よいしょ。シュールすぎるなこの絵、よいしょ、ババ小屋、よいしょ。うわー体力高えなマジでラムライダー、やばすぎだろこれ入るの。これでいって、はいはいはいという感じで進んでって、どうしようかな。どうしよう。これはギャングで受けていいかな。多分、ババガニタゲ通ると思うんで、ギャング、オッケー。ギャングで、もう一回、ケツ見習い親衛隊をしていって、相手丸太切ったんで、多分、プリンセスに5を打ったら、結構両サイ攻めが止まんなくなるかなって感じするんで、このあれは無視ですね。でプリンセスには速攻で5打っていきます、よいしょよいしょ。でまあアーチャーセパして、あーちょっとだるいですねあの吹き矢が、まあ丸太切ったんで、あー届かない位置、あの吹き矢の位置うまいですね、あれだと何も足せないですね。なんか何足してもあの位置だったら防衛されるような気がしちゃうですね。ワンチャン前に来る、よいしょ。ああ、なるほど。OK、OK。まあ、この吹き矢は読めないでしょう。OK。よいしょ。で、これで多分、え？まだ死なないの？あいつ。マジか。ちょっと待って。はいはいはい。ラムライダーは5。よいしょ。これやばすぎるだろ、ちょっと待って、ラムライダーミラーだと割と沼だなこれ、どうやって決められるんだろうな。とりあえずケツからまたミナシン出していって、今度は多分フキアがめっちゃ奥深くに来るんで、どっちかを、まあ、フキアにはタルババで打っていって、フキアにタルババでやつには、あ、オッケーオッケーオッケー、これでラムライダー行こう。で丸太切ったんで、これはドババっていきますね。多分ラムライダー出してちょっとね、回転が遅いと思うんで、相手は。で、これね、これ。あいつにタゲがいってんすよ。見てた今の。吹き矢にタゲがいってて、いいですね、という感じで。後出しのユニットにも全部対応できて、であとは、止まってるユニットを先に多分タゲるんで、なんだろうな。アイゴレを縦にしてから30子とか出されても、30子を一発ずつ、しかも、ラムライダーって、なんかあれなんですよ。その、なんか三画語とかも1体殴ったら大体タゲ変えるんですね。1体殺し切る前にタゲ変えるんで、
なんだろう、ザップとか何かプラス、ザップとかファイボーとか、なんだろう、何かプラスで倒せる時とかに、例えばですけど、まあ、マスケに一発入れてからファイボーで消すとか、あのガゴに一発入ってるところザップで消すとか、割とそういう感じの方がいいかもしれないですね。だからファイザップとかの方が割といいのかもしれないですね、呪文構成はって感じましたね。なんか見てて、まあ、あの確定ではないですけど、止まってるユニット先にたけるとかは確定ではないですけど、見てる感じアイゴレ出してから三重子出しても三重子殴り始めたりするんで、多分止まってるユニットを殴るって感じだと思うんですね。ってことで、まあこんな感じで割となんだろう、楽にね勝てるデッキなんで、迫撃とかにも強くなってて、今流行りのデッキにもねめちゃくちゃ強くなってるんで、おすすめです。ってことで、まあ今日はこの辺で終わっちゃうんですけど、まあね、今日あとこの後クラコロがあるんで、ぜひラットとかをね潰す、まあ潰されるんだよってことでね、まあ潰してくるんで、まあぜひ見てくださいということで、今日はこの辺で終わり。